こんにちは。朝6時です、曇っていますね。今日は雨は降っていません。グラジオラスちょっと曲がっています。今朝も夕すげは微妙に咲いています。そしていつものゆうくんですけども、なかなか見つからないんですよね。目を凝らしてよく見てください。いましたね。真ん中辺でした。少し大きくなったような気がします。もみじ葵はつぼみのような状態ですね。もう一度戻ってきました。違うところにカマキリがいるんです。ちょっとびっくりしましたね。ゆうくんもいました。ということはピーチちゃんでしょうか。この大きさといい色合いといいピーチちゃんみたいな気がします。絶対とは言えないですけどもね。ゆうくんどうなるんでしょう。6時半になりました。まだ曇っています。ピーチちゃんはゆっくりと下に降りてゆうくんとの距離を縮めようとしています。この時ゆうくんはこんな感じで根元にいました。トリトマローペリです。綺麗なオレンジ色ですね。タイタンビカスローズ、半分ぐらいしか開いていません。そしてタイタンビカスブライトレッドも同じような感じです。今日でお盆も終わりなんですが、お盆の期間中ずっと肌寒かったです。今日は雨は降らないかもしれませんが、曇りの予報ですね。お日様は出ないかもしれません。アルストロメリアサマーフィーリング咲いたばかりはおしべが綺麗ですね。そしてアネモネドリーミングスワン、昨日咲き始めたものが開いてきました。朝顔の葉っぱにヤマトシジミが止まっていました。これはカノコユリブラックビューティー、今年最後の花になります。アリがいますね。11時になりましたがまだ曇っています。ピーチちゃん根元まで降りてきたようなんですが、ゆうくんがいません。まだ食べられてはいないと思うんですけどもね。もみじ葵もだいぶ開いてきました。空はこんな感じで暗いですね。タイタンビカスブライトレッドだいぶ綺麗に開きました。ピーチちゃんを初めて見つけたタイタンビカスピーチホワイトです。オオカマキリは飛べるんですね。特にオスの方が遠くまで飛ぶそうです。タイタンビカスローズも咲いています。三尺バーベナにヤマトシジミが止まっていました。ちょっとぐるぐると目が回りそうですね。ヤマトシジミのカップルが地面にいました。苔が生えています。シランの葉っぱにベニシジミが止まっていました。ベニシジミは羽を広げるよりも閉じた方が可愛らしいんですけどもね。歩いています。赤カノコユリにモンキチョウが止まっていました。変なところに止まっていますね。相当この花が気に入っているようで、飛んでいってはまた戻っての繰り返しをしていました。ありがたいモデルですね。今日は貴重らしき蝶々もいたんですが、ちょっと撮影できませんでしたね。比べられるとよかったんですが残念です。宿根フロックス、いろんなのが咲いているんですが、今日はこれが綺麗に咲いていましたね。宿根アリウムにヤマトシジミが止まっています。丸尾です。丸尾とピロピロ笛の攻防をしばらくご覧ください。実は冒頭の夕すげの葉っぱを取ったところにピーチちゃんも映っていたんですね。もしお暇な方がいらっしゃったらば確認してみてください。上の方です。今日はパンチが冴えてるにゃん。バイバイにゃん。